私は。はい、5時になりました。今日も小木さんとアッコさんが来れないということなので、エイコとツキヨモをさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は女性お二人が見えてくださってます。自己紹介の方まずしていただけますでしょうか。はい、はい、シュガーレディ静岡のマネージャーをしております藤波と申します。よろしくお願いします。同じくシュガーレディ静岡のマネージャーをしております徳山美希子と申します。お願いします。お願いします。はい、お二人なんですけれども、シュガーレディ静岡って聞いたんですけれども、はい、何の会社なんですか。何をやられているところなんでしょう。お砂糖の会社ではなく、シュガーレディっていう、はい、言ってるだけにシュガーではない、はい、冷凍食品の会社です。冷凍食品、はい、でそれを販売してます。その冷凍食品も、うん、化学合成した添加物を使わないで安心安全で食べれる、はい、はい、食べられる、商品、冷凍ばかりではなくて他の調味料とかいろんなものを販売しております。はい、はい、じゃあメインが冷凍食品。そうですね、販売、お肉とかもありますし、いろいろありますね。こだわりの、ね、があるんですか。無添加 で、はい、着色料も使わずに合成のものも使わない安心安全な、はいはい、食べ物を冷凍で、はい、宅配してます。あ、はい、はい、また写真ね。はい、どっちだ。あ、生産者の方とか直につながって作られたりとかしてるような感じなんですかね。シュガーレディの会社が、独自でお願いして、そういう添加物とかないものを作っていただく会社を探して、お願いして、はい、作っております。じゃあ、大きな本社というか元には大きな会社がどっか東京かどこにあるんですか。シュガーレディの本社は東京の、はい、羽田森稲荷という駅のところ、羽田森ってところにあります。羽田に、大田区羽田にあります、はい、本社があります、はい、そっから全国各地にシュガーレディさんっていう、支店とかが18全国にあります。18店舗、はいはい、そのうちの一つが静岡。そうですね、はい、お二人は静岡市で活動、やられているんですかね。あ、私は静岡市です、うん、はい、で私は藤枝と藤枝、まあ、時々焼津と島田の方にも配達行っております。焼津、島田、藤枝、はいはい、西の方。そうですね、はい、シュガーレディのマネージャーさんということなんですけれども、 そうですね、その地区今静岡っておっしゃられたんですけど、はいはい、島田、藤枝、焼津、はいはい、どんなこう動きをしてすごい販売をしてるんでしょう。なんかあまり聞いたことがないんですね、生活していく上で。そう、まあ、どんな、どうやったら買えるのか、どんな販売形態なのか、どういった行動をしていく、まあ、私結構人と人とのつながりを大切にしている会社でして、はい、たまた私はシュガーレディのことを知ったのは、子供が遊んでる時に、そのお母さん、お友達のお母さんがそのシュガーレディをやってまして、そこからそういうものがあるんだってことを知って、でそこでこう興味があって買い始め、でまたそういうお仕事もあるということで、シュガーパーティーって言って試食会なんかがあるんですよね。でそれに参加させてもらったりして、で食べて美味しかったり、あ、興味が持ったりしたら、そこ商品を買って自分のお家で食べていくっていう、すごい手軽でなんか、行くと楽しいっていう雰囲気にちょっと憧れで、それのお仕事もあるということで、紹介、私が今度紹介して、それで広がっていくって感じですかね。そうですね。あ、じゃあマネージャーさんがそういったシュガーパーティーとかを企画して、そうですね、でそういうシュガーレディさんがいまして、そうですね、マネージャーがいて、で各チームを使
作るんですね、はい、でその例えば私のチームにも何人かシュガーレディの配達をしてくれるシュガーさんを配達、はい、うんうん、あのグループでチームを各作ってそれであのチームとして活動してるんですね。だから私たちもまあね、あのシュガーレディの兼マネージャーということなので配達もされてる、まあ、そうですね、ちょっと、はい、あの自分の特にあの親しい方の他にはそれでまたつながりがね、はい、つながりがあって、じゃあごめんなさい、メインっていうかその冷凍食品を販売なんだけれども配達っていうことはお家に届けてくれて対面でお渡しをして、そうですね、それで販売していくっていう形の、そうですね、ですからあの一応あの各地域ごとにあの配達する曜日も月曜日から金曜日まで、うん、まあ、決まってますので、それで、まあ、あのお客様のところに配達するんですけれども、うんうん、あの決まった時間っていうの も, もうお互いのやり取りで都合のいい時間帯に、うんうん、それができる午前中でもいいですし、うん、お仕事されてる方は夕方夜でも配達しますので、はい、そかですから融通が効くお仕事なんですね。そうですね、だからはお子さんがいて も, 魅力的、ね、そうですね、週に1回基本的には配達するだけなので、うん、配達日が週に1回、はい、シュガーレディーさんやってる方は他にお仕事持ちながらでも、うん、そうなの、はい、できますので、そうか、はい、週に1回その皆さんに注文を受けた分を冷凍のままお届けする、そうです、はい、ドライアイスがちゃんと入ってまして冷凍が溶けることもなくそのまま配達することができます、うんうんうん、その時間もお客様と決められるって、うん、ね、融通が効くっていうことなんですね、はい、じゃあ働く人にも買う人にも優しい、そうです、そこで代金と引き換えで、うん、あのお渡しするので会費とかも何もいらないんですね、はい、あ、そう、もうその、はい、現物のお代金だけで、それはそしてその配達しながら、うん、あのお料理 の, あのレシピなんかも、うん、この商品はどうやったらあの美味しくできるのかっていうのも、どうやったら調理、はい、あのお客様とのつながりを大事にしながら配達してますね、うん、そういうじゃあ調理方法も教えてくださる、ね、そうですね、あ、じゃあそういう調理方法とかっていうのはやっぱりシミュレーションとかっていうかお勉強され、ね、普段やられてる、私たちね、会社に行って、はい、まず研修をして、ま、みたいなので一度、はい、そういうセット、ね、あの新商品とか、うんうんうん、パーティーセットとかを作って、うんうんうん、であの勉強してから、うん、あのシガレディさん皆さんに広めていく、もう一回チーム、はい、チームミーティング落としましたけど、ね、いろんな資料もたくさん持ってきてくれてるんですけど、今膝から落ちてしまいましたけれども、そう今そう、じゃあ早速見せてもらおうかな、そのはい、シュガーレディのいっぱいたくさん今日は製品を持ってきてくださってるんですけど、実は私もちょっとというかもうかなり彼女とは長いので買ったりして食してるんですが、調味料とか美味しいですよね。どっからお見せしましょう。かけポンです。これ美味しいですよ ね、シュガーレディのナンバーワン売り上げナンバーワンの調味料になってます。売上ナンバーワン、はい、調味料部門ナンバーワンです。調味料部ナンバーワンのかけポン、万能のかけポンです、はい、これ本当に美味しいです。あの普通のポン酢より酸っぱさというか、そうですね、添加物とかも入ってない、ほとんど入ってませんので、特選丸大豆醤油を使って、うんうん、あの高知県産の柚子の果汁をありがとうございます高知使ってそうです、高知産なので、はい、私柚子の果汁とかあと魚介エキスとかを使ってるので、とてもあのまろやかで、そうですね、ほんとまろやかで、お子様からお年寄りまで、はい、どなたでも、はい、そうそう、でもお鍋や餃子など、うんうんうん、何でも何でも大丈夫です、はいはい、とってもおすすめです。おすすめです。なんかこれをアレンジして、私も教えてもらったことがあるんですけど、はい、これをアレンジしてなんかドレッシングとか使えますよね。そうですね。このガーリックオイルと一緒に合わせると、これ美味しい。カルパッチョソースとかはドレッシング、ね、あのお野菜のドレッシングになります。はい、これおすすめ、本当に簡単、混ぜるだけですよね。そう、混ぜるだけ。このガーリックオイルも本当にもう美味しくて、美味しいですよね。これだけで味付けができそうです。ローストしたニンニクとか、すごい入ってるんで、パセリとか、唐辛子とか入ってるので、いっぱい入ってるんです。そう振ってドレッシングにして、でそうなんです、そう炒めるときはあの上積みっていうか、あのそうですね、オイルだけやってエクストラバージンオリーブオイルなんですけど、オリーブオイル、はい、入ってますので、もうね、鶏肉なんかそれで焼いたらもう本当に美味しく
ご家庭でレストランの味が、ね、そうですよね。本当にこれ美味しいんですけど、そう、それとあとこれを一緒に混ぜるとステーキソースになります。ステーキソースになります。はい、あ、これは四季の出汁とオリーブオイルを、オリーブオイル、あ、この上手にガーリックオイルを混ぜて、あの仕上げに四季の出汁をパッとかけていただいても、もうステーキソースになります。ステーキソースになります。もうこの四季の出汁は煮物から何から全部、卵かけご飯のお醤油代わりでも何でも使えちゃうんですね、出汁、はい、で4倍希釈なので、うん、とても経済的で4倍希釈、はい、4倍使えちゃう、濃いです。もう、そうですね、薄めて使います。麺つゆとか、そうですね、ちょっと煮物とか何でも、うん、もう四季の出汁一番たくさん使うんですね。そう、煮物でも、煮物からいいです、肉じゃがとか、あの、何でも煮物でも、うんうんうん、使えますね。使えます。使いやすいらしいです。あと調味料もすごい、シュガーレディさん、あ、なんか食のコメントが、プロシアン男爵さん、食の安全いいですねって来てます。ありがとうございます。あとゆめさん、万能ですねって、はい、あ、嬉しい、伝わってるのね、こちらにも嬉しい。万能みたいです。スイートチリソースです。チリソース、うん、これよくあのアジアン系のレストランで生春巻きなんかにちょっとついてくる、ね、そうですよね、うん、ちょっと甘みもあって、ね、あのそんなに辛くないです、うんうん、でマヨネーズとかと合わせて、そうです、合わせてもいいですね。エビと、いいですね、はい、もうあの鶏の唐揚げとかにつけても美味しくて、うんうん、うちはもうこればっかりです。あ、本当ですか、はい、いいな、一気になんか質感があります、ね、そう、アレンジかけポンと混ぜてもいいし、かけポンと混ぜたらどうなる、混ぜてもあのちょっとアジアン系の、あのこれでなっちゃいますか、タレになって鶏肉の蒸したのにこれとそれを合わせて、はい、これスイートチリソース、あまり辛くなくて、ここにあるマイルド、マイルド、ここにあるかけポンとか混ぜてもガーリックオイル混ぜても、うん、万能、ゆめさん万能です。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんてこったい、のたたをしてしまいました。コクのごまだれ、あ、出たのがコクのごまだれっていうのが出たんですけど、しゃぶしゃぶとかにもいいですし、まあ、あのサラダにかけてもいいですし、これもかけポンとちょっと合わせていただき、もうしゃぶしゃぶのかけポンかごまだれかって、はい、両方で。シュガーレディさんって何が一番こう人気ですか？そうですね、やっぱりまず調味料から入っていただく方が一番そうですよ、ね、多いですね。やっぱりとっつきやすいというか、主婦なの で、ね、やっぱお料理するので、調味料が変わると、あのご家庭の料理の味もやっぱり変わるんですよね。変わります。だって時々面白いのも見つけたらやっぱり買っちゃって試すから、そうするとまた全然いつもの味と違 う、それをこのシュガーレディで試してみる。あの量もやっぱりあの使い切るだけのその 500ml の大きさで、あの保存料も入ってませんので、あの冷蔵庫で開けたら、開封したら冷蔵庫に保存していただいて、あの使い切る量になってます。安全安心、安全安心、食の安全安心、シュガーレディ、はい、こういったのをいっぺんに見たい時って、なんかチラシっていうかパンフレットとかカタログとかあるんですか？それが、あ、すごい、全商品載ってるんですかね、はい、メニューカタログになります。メニューカタログになります。何商品ぐらいあるんですか全部で？あ、また変なこと聞いちゃったから、たくさんありすぎて1100ぐらいあるんですかね。前回コマーシャル、去年あの沢村一輝さんがやったんですけど、その時にそう一時期春と秋と俳優の沢村一輝さんにお願いしまして、なんかあれです、多分やってましたね、シュガーレディってそんなに聞き慣れ全く、そうです、ね、あのなじみがない方はね、広まり方がもう少し広まってほしいな、ね、と思ってるんですけど、でもその沢村一輝さんの CM で効果あります。そうですね、やはり、うん、反響はすごく大きくて、もっとね、はい、CM とかって、ね、おせちあの時に当たったので、シュガーレディさんの冷凍食品、おせちもやってるので、はい、全部冷凍できますよね、はい、おせち ね、 そ、 ね、それを何日か前にこう冷蔵庫に入れて24時間解凍とか、そうやって、はい、35時間です、うん、1日ちょっと前に、はい、そうです、
入れておいていただければ1日には美味しく食べて食べられる、うん、今のがあのそう保存版の今のがカタログ、これが毎月、これ4月号ですけど、毎月あのこういう別でまたあの読みやすいような内容になってまして、それお得情報とか毎月のこう、ね、料理の作り方、あのレシピなんかもお弁当とか、でこの商品の紹介になってまして、で毎月なんかはいチラシなんかもあります。はい、そう4月はもうあと1週なんですけど、あのコロッケ後半号ありまして、1ヶ月に2回、はい、そしてあの特売のものがまたこういう風にありますので選んでいただいて、そっか、じゃあ毎月2回出るのには特売のお得情報、特売なんですよっていうのがありますので、定価よりねちょっと安く買いますので、はい、そういうので、はい、皆さん利用してます。なんか私もずっと食べてるんですけど、すごい味は美味しいですよね。本当にね味は美味しいので、はい、あまりやはりねあの変なあの、うん、添加物とかそういうもの使ってませんし、うんうんうん、本当に出来たてのものを、うんうん、あの冷凍して、うんうん、で お宅で解凍してすぐ出来たての味を召し上がっていただけますの で、 ですよ、ね、はい、あと簡単っていうのがついてきますよね。物、ね、うん、が味付いたものとかも冷凍されてたり、ね、あと素材を調理したい時は素材の冷凍食品もあるっていう、はい、野菜とか、ね、お野菜もありますし、本当にいろんなのがあって、はい、もう調理済みもあるし、お野菜もある。詳しいです、ちょっと少し持ってきたんですけど、はい、じゃあお見せして、はい、例えばこれは、うん、見えるかな、はい、ミニハンバーグ、あー、ハンバーグになってまして、電子レンジであのチンで大丈夫です、はいはい、これもそう8個、そう鶏と豚とこれくらいのが8個、はい、お弁当用みたいな、もいいですし、あとはそう冷めてもこれはあの柔らかくて美味しく食べれます。あ、そうなんですね。ほうれん草、ここに入れていただくとあのチャック袋になってまして、同じ色、あ、逆こうほうれん草のパ ラ凍結になってるので、うん、使いたい分だけ使ってまたチャック袋で使いやすい、はい、保存していただければっていうのもあります、うん、それの産地とかもこだわりがあるんです。いろいろあります、その商品で、はい、はい、オーガニックのものもありますし、はい、これなんかあのレンジでいい、レンジ用ナゲット、ナゲットですね。このナゲットもね、お弁当美味しいですね。もうレンジでチンで、うん、美味しく食べれます。はい、お弁当にも。じゃあ毎朝もしねお弁当作りにこう困ってる、そうですね、お母さん方がいらっしゃったら安心してね、うん、食べれるので、ね。私も毎日お弁当を、はい、はい、作ってるんですけれども、まだ冷凍庫開けてもう。チンチンチンとでも美味しい、美味しいお弁当ができます。味は美味しいですよ、本当に、うん、味はっていうか味ももう簡単で便利で、うん、美味しい、うん、もう主婦の味方ですね、はい、本当に、あと味付けはねこれでもできちゃうし、ですからあの独自の、ね、検査室、会社にシュガーレディにあの検査室というのが設けてまして、はい、ですからいろんなあの農薬とかそういうのを自社でちゃんと検査しているものを出してますので、それが本当に、はい、安心して、召し上がっていただけます。小さいお子さんにも安心ですね。本当に写真撮ってください。はい、ありがとうございます。そう、小さなねお子さんお持ちのお母さんにねちょっと知っていただきたいなって、うん、そうですね、そこういうちょっと裏を見てもらうとか、そうですね、ね、うん、うん、この原材料が、ね、一番たくさん入ってるのが一番最初に書いてありますので、あ、そうですよね、うんうんうん、書いてます、書いてます、得な、ね、そういうなんか勉強会みたいなのも、そう、なんかそうだ、なんかフードコミュニケーションみたいな ね、うんうん、そう、ありますね、そういうのもありますので会社随時やってますので、はい、それは一般の方、そうです、マネージャーさん対象とかじゃなくて、はい、じゃなくて、お客様も知らない方も、はい、なんか勉強会になりますね。ああ、それはないだけど、ちょっとどれ、なんか講習会が今度近々あるので聞いたんですけれどもね。それもあ、これ、あ、そう、それはあのドリンクとか、まあ、まあ、ね、あのいろいろあれ、そうですね、そうだね、なんかね、天候的にはどっから言おうかなと思ったんですけど、これはあの飲むコラーゲン、はい、っていうのもあります。女性大好きコラーゲン、はい、お肌にもね、うん、いいですし、なんかマウントパッケージが変わりましたね、パッケージが
あでもこれ色々、ね、あるんですよ。1000mg入ってるのが中にこれこういうピンクので、 また 2000mg 入ってるちょっと得なのもありますし、すごい女性大好き。もうありとらゆるものを網羅されてるんですかね。そうですね。でも全て安心安全の、安心のもう材料とか原材料は、はい、そうコラーゲンもね、アテロコラーゲンっていうあの、うん、とても、うん、純度が高いコラーゲン、混ざり物がないってことですか。普通ちょっとアレルギーの物質あのなるものを取り除いた純度の高いコラーゲンを1000mg 入れております、はい、うん、なんかこうね、物によっては1000ミリって書いても入ってないとかありますよね。これはすごく飲みやすくて、ま、たじゃコラーゲン、ね、女性大好きコラーゲン、コラーゲンっていうのは年々減ってくるんですね。やっぱり老化の、コラーゲン少なくなると老化が早まってしまいますので、ひしひしと感じる同年代なのかな、はいはい、あ同年代じゃないのかな、同い年で同い年じゃないかも、ちょっとか、ちょっとか、でも女大体同年代なんですよ。そうです、はい、そうなんです。でもなんか食品からコラーゲンを取るっていうのはなかなか、そうですね、大変ですね。大変、豚足とかフカヒレとか、ね、フカヒレ毎日食べるわけにもいかないですし ね、 ね、こういうもので取っていただきたい。こういうのであのちょっと取り入れていただくと、うんうん、とてもあのそうです、ね、取り入れやすいし、ね、いいかもしれないですね。すごくいいと思います、うん、もうそういう健康食品的なものも、はい、あります。はい、あとお化粧品もありますし、ね、化粧品すごい食じゃなくてもお化粧品、あ女性の無添加のものを使ってます。うん、はい、ただもう今日はたくさんありすぎて、ね、今ねお化粧品までは持ってこられそうですけども、でもここにせっかく食べ物があるので、はい、ちょっとあの試食を、はいはい、作ってきました。これがご紹介いただけますか。第5月号のサーモンです。見えるかな、これサーモンです。サーモン分かるかな、はい、秋鮭のスモークオリーブオイル仕立てになってます。はい、とってもあの香りの高い、スモークをされた、オリーブオイルをサーモンを使ってます。お酢のサーモンなのでとても脂が乗ってます。で5月のみの特売というか販売になってます。シュガーレディセレクトと言いまして、特にその月のおすすめの商品が毎月変わるんですね。はい、で5月のおすすめがこのサーモンなんです。美味、はいはい、しそう。これをさっきのオリーブオイル、そうですね、あの調味料、ガーリックオイル、はいあはい、かけポンを混ぜたのをかけていただいてもいいし、はい、いいです。もちろんそのままでも、そのままでももう味がついてますので、そうなんだ、はい、すごい。じゃあ解凍して、解凍して今流水解凍で、流水解凍で、はい、並べただけです。はい、はい、あのパンに挟んでいただいてもいいですし、はい、クリームとかよくないですか。そうワインのおつまみにもなりますし、一緒にパンに乗せて、はい、なんか夢が広がるあワインいいですね。ゆめさんがなんか、はい、子供のお弁当に便利ですねって、あお弁当にいいのがこれですね。おすすめ、甘辛ごまチキンと言いまして、ささみなんですけれども、あささみなんですけれどもとても甘辛くトマトが甘辛くあの味付けしてあって、レンジでチンするだけであのお弁当に入れてもらえるととてもご飯が進むと思います。すごい食べたい、テカテカしてる。あとこれ、これはあのシュガーポークと言いまして、シュガーポーク、はい、はい、豚肉なんですけれども、はい、あの生まれてからあのお肉になるまであの一切抗生物質とかを使う、あの化学治療用 薬品とかも使わず、餌にも、ね、餌にもね、そういうのも、はい、生まれてか からずっと管理してるってことですね。徹底的にちょっと管理をして、あのはい、これをあそうですね、金をさらっと言われてしまいました今。三元豚って言いまして、そう三元豚、元の豚からを帝王切開して、こう豚さんを取り出して、また無菌状態、無菌状態取り出して、近い状態で 3代目
でやっと。それは三元豚って三元豚ってよく聞きますけれども、はい、特にそういうこと、そういうことを三元豚って言うんだ、初めて知りました。三次元の豚じゃなくて、あらららら、どうしましょう、あららら。これ今日はその豚のバラ肉をちょっと冷しゃぶのような、しゃぶしゃぶとして、はいはい、あの持ってきました、はい、これもかけぽんで食べるととても美味しいです。じゃあもう全部揃っちゃうんですね、はい、食卓が、はい、シュガーレディで、はい、これがね豚肉で、こういう形で毎月、はい、お届けすることになってまして、この一袋の中にいろんな部位が、うん、入ってます。豚は豚、はい、豚は豚でも、はい、コースがいろいろ、チキンコースとか、ひき肉と、これはロースのしゃぶしゃぶスライブ用、はい、とももスライスとこのバラ肉が入ってます。あのコースも A から ABC といろいろありますので、豚って、はいはい、豚の子、あ、じゃあ牛もある、牛もあります、チキンもあります。すごい盛りだくさんで、なんか、はい、駆け足で来てしまいましたが、ね、はい、どうすればこれ普通の人が、うん、あ、私シュガーベリーのなんか冷凍食品食べたいと思ったらどうしたらいいですか。あ、そうですね、あのちょっとパネルを持ってきます。あの私たち、ね、お知り合いだったら私たちに、そうですね、知り合い、あ、これ見てるお知り合いの方だったら、そうですね、あの連絡していただいてもいいですし、あの会社がこちらになります、シュガーレディ静岡の会社が、あの清水 の、 あのインターの近く伊原町にありますので、あのこちらの0543661881、こちらにかけていただければカタログもでいいですし、間もなくマネージャーさんが行ってください。近く のお近くのシュガーレディさんをご紹介していただけるので、はいはい、そしたらあのその方と、ね、お話しして、そうです、なんかほら、はい、ね、あの転勤とかできてお一人で寂しいとかいう方も、そうですね、ね、はい、注文すればそこ で、あの近くのマネージャーさんとお知り合いになれて、ね、シュガーパーティーにも行けて、そうです、試食会が、ね、ね、はい、ありますので、そういう方多いです結構、はいはい、ね、心強い主婦の味方、じゃあ、はい、このシュガーレディの、あと、はいはい、食べたい時は先ほど の、はい、シュガーレディ静岡に、か清水にある会社さんの方に電話をしてください。随時こういう試食会などもやってますので、はい、3人から6人とか、あの、はい、少人数でもできますので、はいはい、お声かけてください、はい、お宅でもやります、はいはい、ぜひ食べて納得していただいて、はいはい、購入していただくということですね、はい、一度じゃあお問い合わせをしていただきたいと思います。はい、じゃあ今日は今日はじゃあ、シュガーレディ静岡の、徳山さんと藤波さん、はいはい、マネージャーの方です、お二人見えてくださいました、ありがとうございました、ありがとうございました。次はのりこさんの親父ギャグでブレイクタイムです。これ皆さんで試食してください。